今日ですね、グランプリ、準グランプリの、招き猫を皆さん差し上げるんですけれども、常滑焼の作家の竹内文子さんのね、オリジナル作品ということになっております。で、グランプリには副賞として東海テレビさんからトロフィーと CIS クリエイティブさんからは作品の英語字幕の提供があるということなんですね。知多半島映画祭を企画いたしました、企画運営ね、飯田しっぺさんですよね。鈴木プロデューサー、そうですね、はい、12回、本当に終わりましたね。はい、はい、本当に皆さんも最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。この5作品もですね、春先に360作品集まってきた中からの優秀な5作品、本当そうですよね、を上映させていただいたんです。ということで、ひとまずは優秀賞として皆さんを、はい、表彰したいと思います。表彰状、お願いだから唱えてよ、さしま、はい、吉明殿、あなたの作品は知多半島映画祭短編映画コンペティションにおいて優秀作品として認められましたよって、その素晴らしい作品をたたえ表彰いたします。令和4年10月29日知多半島映画祭執行委員会代表鈴木圭介、ありがとうございます。佐島義明監督にまずは頂上です。360作品の中から、5本の中の1本ということで素晴らしい、おめでとうございます。優秀賞です。はい、表彰状、ボタンの花土井優香殿、おめでとうございます。おめでとうございます。表彰状、ただの夏の日の話、松岡義香殿、おめでとうございます。副賞です。お土産ですね。表彰状、AIM ガゼボードの、おめでとうございます。おめでとうございます。表彰状、アステロルナ山本大作殿、おめでとうございます。嬉しそうだ。すごい、優秀賞を受賞されました、5組の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。さて、皆さんからの、これは観客賞ということの、はい、投票の中から、投票の中からですね、準グランプリとグランプリを表彰いたします。はい、それではまずは準グランプリからお願いします。はい、準グランプリはパステロルナ山本大作さん、おめでとうございます。あなたの作品は知多半島映画祭短編コンペティションにおいて準グランプリ作品として認められましたよって、その素晴らしい作品をたたえ表彰いたします。知多半島映画祭実行委員会代表、おめでとうございます。観客賞の、ね、皆さんからの賞でございます。知多ボーノ、ありがとうございます。すごく幸せです。本当はこんなことをお客様に言うと良くないんですけど、もう なんとか頑張ってこう少しでも笑っていただいたりとか、ああ楽しいなって思っていただけることを望んでこうものを作ったんですけど、まあ、結果やっぱり自分のために作ってるんだなって思いました。皆さんにいっぱい元気をもらって、皆さんのお客様のためになんて言いながら、やっぱり自分がこうやっぱり人に少しまあいいんじゃないって言われると、すごくなんか頑張ろうって思えるので、そういった機会を設けてくださって嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございました。続いては第12回知多半島映画祭グランプリの発表です。グランプリ作品はただの夏の日の話、松岡芳香殿、おめでとうございます。おめでとうございます。あなたの作品は知多半島映画祭短編映画コンペティションにおいてグランプリ作品として認められましたよって、その素晴らしい作品をたたえ表彰いたします。知多半島映画祭実行委員会代表鈴木圭介、ありがとうございます。おめでとうございます。
わあ、おめでとうございます。よかったです。素晴らしい。あ、すいません、改めましてただの夏の日の話のプロデューサーを務めました村地と申します。本日は、朝早くからですね、運営委員会の皆さんとか、お客さんとかにお集まりいただいて、僕たちの作品を見ていただいて、まずありがとうございました。本当にやっぱりさっきも言ったんですけど、やっぱり地元の開催っていうところですごい僕も楽しみにしてて実際来たんですけど、ちょっとまさかグランプリを取れることを、グランプリを取れると思ってなかったので、すごいめちゃくちゃ嬉しいですね。で、あとちょっと昨日めちゃくちゃ大きいプレゼンですごい負けちゃって、めちゃくちゃちょっと悔しかったんですけど、こうやってなんか、そうですね、なんか頑張ってたら少しこういうご褒美をもらえたりとかすることもできたりとかして、そしたら夏の日の話じゃないですけど、なんかそういった日常の中にこういう喜びとかがあって、すごいなんか今日報われたなってすごい思いました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。では松岡監督お願いします。皆様本当にありがとうございました。私今まで、こんなにたくさん の映像が応募されていることも知らず、その中で皆様に見ていただいて、今日投票でこのような素晴らしい賞をいただけて本当に嬉しいです。皆様ありがとうございます。はい、どうもおめでとうございます。またいい作品を撮ってぜひ知多半島映画祭に戻ってきてください。はい、ぜひまた帰ってこれるように頑張ろうと思います。はい、どうもおめでとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。本当に今日は最後まで、ずっと一日映画祭を楽しんでいただきありがとうございました。例えば知多半島や名古屋に住んでいて、自分らが住んでいるところはとても素敵なんだよと、なかなか自分らが住んでいる地域って素晴らしさに気づかないんですよね。それを映画にしたりとか映画の舞台になったりすることで、潜在観光や、あ、やっぱり自分の地元ってなかなか素敵な場所があるんだな、それで、自分のふるさとや地元をやっぱり大切にしてほしいというのとですね、まあ、自分ごとなんですけれども、知多半島の知多印刷というところで僕は映画や動画を作ってまして、そういった仕事を通じて映画や動画を作ることはとても楽しいんだよ、表現することってとても素晴らしいことなんだよと、そういうことを伝えていきたいと。最近ですね、よく誰も取り残さないっていうのもよく言われるんですけれども、例えば中学高校で数学がとびきり全国1位でした、だけれどもコミュニケートがなかなか難しい子や理解力が乏しい子思います。それこそ中学高校で映画や芸術がやりたいけれどもなかなか周りに認められない、それって普通ではないというふうに取られてしまうんです。ただそれってやっぱり普通って何なんだろうっていうところに行くと、僕が知多半島で映画に特化している人間だよという、ここで存在を見せて知多半島映画祭で映画に特化している人間、音楽に特化している人間、芸術に特化している人間がいるんだと、そういうことを、伝えていきたいなと思います。よく知多半島映画祭をずっと続けてこれるねと言われるんですが、ずっと続けてきた理由はですね、やはり知多半島で映画で夢を見続けられる場所を作るよと僕はもうずっと12年間やってきてるんです。ですからその人間が夢を与えられる人間が夢を
叶え続けなければいけないので、その叶え続ける意識としては、その中に夢を叶え続ける責任と義務と覚悟が出てくると思うんですね。そして今まで、一人で立ち上げてきたんですけれども、こうして下半島映画祭のスタッフがいる、皆さんがいる、そしてここに集まってきた皆さんがいる、みんなで知多半島映画祭を盛り上げて、知多半島を盛り上げて、この場所を舞台の夢のある舞台に変えていけれたらなと、そういうふうに思っています。これからも、今までもこれからもずっと知多半島映画祭をやっていきたいと思いますので、どうぞ皆さん、今後ともよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。これをもちまして、第12回の北半島映画祭を終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、おめでとうございました。ありがとうございました。